米中の対立が改めて浮き彫りとなりましたアメリカのブリンケン国務長官は北京で中国の習近平国家主席と会談しました習主席は中国とアメリカが対話を強化することを国際社会も期待していると述べ対話の継続を求めました一方ブリンケン氏は会談後に開かれた会見で 中国のロシアへの支援が続けば追加措置を講じると述べ中国によるロシアの防衛産業支援に懸念を示しました。